思い出した。お。プーペイはあれだよ。俺に結果的にガチャピン着てたやつだよ。本当だ。夜中のコンビニに雨風ビュービュー吹いてるところで、おちょっとそこでお前四股踏んでみろよみたいなこと言ったやつだ。そう、あ、それは俺だけど、それはプーペイじゃねえけど、あとペップ先生ね。ああ、で、え、なになに？ペップ先生からメッセージは、ガチャピンに中の人はいない？いるに決まってんだろそんなもんはよ。ふざけんじゃねえよ。ちょっと待って、ちょっと昔のこと忘れて、ちょっと、え、市場が入りすぎてるから。入るでしょそりゃ。先生だから。ちょっと落ち着いて、な、落ち着いて。ああ、わったわった、女もうな、女はもう説得してやる俺が。お、もうガツンと言ったら、こういう時はね、電話します。おお、いや、テレフォン、はい、マジっすか。ガツンと言ってやりますよ、電話で一発。え、そのテンションで。ああ、当たり前じゃないですか、中に人いるに決まってんだろっつって。あ、でも確かに言ってあげるべきですよね。そうですよ、確かにね、読みがちだもんね。はい、もしもし。もしもし。はい、ペプー先生ですか。はい、そうです。あ、はじめまして、声かわいいですね。え、そんなことないですけど。あの、いつもお便りありがとうございます。はい、あの、そういえば、あの、今度7月号から、あの、新連載がスタートされるんですってね。あ、はい、そうです。あの、今絶賛執筆中ですか。あ、そうですね、はい。ああ、白雪姫と不思議の国のアリス、はいはい、の、しらとありを取って、しろあり。あ、そうです。あー、はい、なんかちょっと素敵な話になりそうですね。あ、ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。あ、はい。はい。じゃあ。あ、はい。はい、また。あ、はい、ありがとうございます。はい。あのな。もう言ってやったよ、ガツンと。なじゃねえよ。何小粋なトークかましてんだよ。いい感じでは。何してんだよ。いや、思ったより声可愛くてびっくりしちゃった。それは俺も思った。ときめいた。じゃなくて。え？ときめいたじゃねえよ。何がだよ。ガッツ、プーペーって言ってたよ。え？ガツンと言うんでしょ？え？何が？何がって。ガツンって言ったじゃん、頑張ったねって。だから、ガチャピンの。ガチャ、あ？じゃあ、小野くんが言えばいいじゃんよ。小野くん言ったらいいよ。俺もうすげえ、もう心の底から頑張ってねってもう言ってやったもん。ああ、言ってやったもん。頑張ってねって。あ、でもこれ。連載期待しますよっつって。それでいいのか。小野くんは、はい、ちゃんと、先生のお便りにあるように、いいんですよ、ね。まあ全部ガチャピンが入ってるんだよみたいなことをやっぱ分からせるために、なんか一言言ってやんな。はい、じゃあ電話します。俺別に、そんなに言ってるせい、え、あ、苦手な、女性と話すの自体がそんなに得意じゃないんですか。いや、でも声すごい可愛かったよ。そうなんですか、うん、可愛い声だとまたさらにほら、ちょっと。いや、でも俺ガツンって言ってやんなよ。わかりました。ああ、わかりましたよ。俺やってやりますよ。ああ、言ってやんよ、夢をね。夢をね。ぶち壊してやんよ。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。ペプー先生ですか。あ、はい、そうです。あ、あの、小野大輔と申します。あ、はい、はじめまして。あ、はい、はじめまして。声かわいいですね。いや、そんなことないです。はい、いや、あの、はい、いつもお便りありがとうございます。あ、はい、前はね、あの、ガチャピンの、はい、はい、お便りをいただいて、はい、あのですね、はい、ガチャピンに関してなんですけど、はい、2、3質問させてもらっていいですかね。ガチャピンですか。はい、ガチャピンお好きなんですよね。あ、はい、大好きです。ガチャピンのどこが好きですか。全部大好きです。全部。はい、ガチャピンってチャレンジしますよね。はい、いろんなことに。はい、どのチャレンジが好きですか。そうですね、全部すごいなって思いますよ。全部な、強いて言えばみたいな。強いて言えば、そうですね、フィギュアスケートとかすごいなと思いました。あ、はい、僕はロッククライミングが好きです。じゃあ、あ、はい。お、お前ちょっと、せっかくいい感じにガチャピンのトークに持ってったにもかかわらず、なんで切ってんの。こっからだろ。あの、なんだよ。
全部好きっつってた。中でもフィギュアが好きって言ったでしょ。うん、かなり好きな人のトークだよ今の。それは聞いてたよ、はい、そこでお前が現実を見せつけてやるんだろ。お前言ってることとやってることは全然違うじゃないかよ。もう一回、もうワンちゃん行く、もうワンちゃん行こう。ちなみに俺ちょっとさっき自分で名乗るの忘れたから名乗らして。うん、ちょっとテンパっちゃった、あまりにも声可愛かったから。あ、なんでもう一回ちょっと次神谷さんね。じゃあね、神谷さんね。ええー、だから入り口だけね、入り口だけあんたが出んの。もう分かったよ。はい、もしもし。あ、もしもし、ペプ先生でいらっしゃいますか。はい、あのすいません、先ほどはすいませんでした。神谷博と申します。さっき名乗らなかったんでね、はい、何者からかかってきたのかとちょっと不安だったかもしれませんけれども、はい、神谷博と申します。はい、はじめまして。本当な、声可愛らしいですよね。そんなことないです。いや、ほんと素敵だと思います。はい、ところで、小野くんがですね、はい、どうしても言いたいことがあるっていうことなので、はい、ちょっと小野くんに代わりますね。あ、はい。はい。あ、もしもし。はい。あ、小野です。あ、はい。先ほどは、いきなり来てしまって、すいませんでした。はい。はい。はい。2、3質問させてもらってもよろしいでしょうか。うちも同じなんだけど。はい、はい。はい、テープ先生はですね、はい、子供の時からその声ですか。そうですね、はい。あ、そうなんですか。はい、ガチャピンのこと、ガチャピンのことについてお聞きしますけれども、はい、ガチャピンの、はい、どこが好きですか。ガチャピンの部位のどこが好きですか。はい、どこ、いろいろ目とか、手のイボイボとかいろいろあるじゃないですか。色とかね。そうですね、しって言えば半目が好きです。半目、はい、あ、目がね、はい、ほう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 、からの、からの小野くん、一つ僕から、はい、ペップ先生に、はい、ガチャピンについてのなんて言うでしょう、すごく大事なことを伝えたいと思います。はい、ガチャピンの真実を僕からあなたに伝えます。よし、いいですか。はい。いえ、はい、いえ。ガチャピンは、はい。いえ。ムックの弟子です。おーい。ムックの弟子じゃね、逆だよ。ガチャピンのが師匠だよ。あ、本当に？そうだよ。間違った。間違ったし、無理。やべ、俺らチキンだ。ダメだな。内弁慶だってことが分かった。ああ、いろいろ間違っちゃったな。ああ。無理。あともうかけらんねえ。そうだね。もうさすがにちょっと4回目は無理だね。無理だな。編集部を通じて、正式に青鬼プロダクションとマウスプロモーションからですね、はい、お詫びをさせていただきますので、はい、一つよろしくお願いします。本当にペプ先生、申し訳ありませんでした。本当にごめんなさい。はい。